こんにちは、たみです。今日は一昨日コスメキッチンに買い物をしてきたので購入品紹介をしたいと思います。では最後までご覧ください。はい、で今日は3つ買い物をしたので1つずつご紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちらのエトボスのミネラルクリアリップ&チークネイブルオレンジです。私エトボス買うの初めてで、なんか美容師さんに1回おすすめしていただいたんですけど、あのリップをで、まだ買う機会がなくて今回ちょっと買ってみました。チークとリップが一緒になっているんですけど、開けてみますね。じゃん、こんな感じ。すごい可愛いですよね。でこれチークちょっとつけてみます。今はチークまだ何もつけてない状態です。で練りチークになっています。最近チークつけることが増えたんですけど、この色すごい可愛くて、塗ると若干オレンジ寄りのこんな感じ、わかりますかね、ほんのりオレンジ。この私ピンクのチークがあんまり似合わないので、この色がすごい絶妙で私の肌にすごい合ってる気がします。反対側も塗っていきます。でこれリップとチークって言ってたんですけど、アイシャドウにも塗れるそうです。こんな感じです。血色が良くなりますよね。でこれ私的にアイシャドウにもめちゃくちゃ使えそうな予感がしてるので購入してみました。色味がこれと、あともう2種類あったので、そっちもすごい可愛かったんですけど、私はこのネイブルオレンジを選びました。これお値段が3500円プラス税です。これすごい塗りチークなので、肌にのせた時にすごい肌なじみが良くて、ちょっと今割としっかりつけたんですけど、馴染んでくれる感じがあるので、いいですね。ちょっといつもと違った感じになりました。はい、おすすめです。次がこちらです。オンリーミネラルミネラルカラーセラム08番です。これは唇用の美容液です。私唇用の美容液そんなに持ってなくて、すごいめちゃくちゃ種類があったんですけど、この色味がガーネットなんですけど、ハケがシリコンタイプなのですごい塗りやすいですし、今の時期ちょっと洗いたい時とか、ブラシタイプだと洗えないんですけど、シリコンタイプなので洗えるし清潔になるなって思いました。これ色味が 8種類ぐらいあったんですけど、もうめちゃくちゃ30分ぐらい何かが迷っちゃったんですけど、私はこのガーネットの色味を購入しました。ちょっとつけてみます。こんな感じで、これやっぱり唇の美容液なのですごい保湿されてる感がすごいです。オレンジベージュ、ブラウンというよりはオレンジベージュっぽい色味です。唇にも塗ってみますね。はい、こんな感じです。どうですかね、もともとちょっと色味がついたリップ塗ってたのであれなんですけど、すごい保湿もしてくれるしプルプルするし、これだけでも色味があるので、なんかリップ塗りたくない時とかはこれだけで全然十分だと思います。すごい小さなラメが入ってて、他にもすごい
結構たくさんラメが入ってるものとかもあったんですけど、私はこれを買ってみました。私的にはメロン、なんだっけな、メロンオレンジ、メロンコーラルっていう色味と、あと黄色の色味がすごい可愛かったんですけど、なのでそっちもちょっと時間あったらチェックしてみてください。これもすごいお気に入りです。こちらが2500円プラス税です。初めてオンリーミネラルで買いました。はい、ではちょっと今日は早いんですけど、もう一つラストです。もう一つがこちらです。ベルダのバスミルク、シトラスの匂いです。爽やかレモンの香り。これ私ベルダで初めて買い物、今日全部初めてなんですけど、おー、こうなってるんだ。バスミルクを購入してみました。これはあの匂いを実際そこで嗅いだんですけど、すごい好きな匂いで、お風呂に入れる入浴剤、私あのそんなにこだわったことがなくて、いつも薬局とかで買ってたんですけど、ちょっと今回はいい匂いを入れてちょっとお風呂の時間を楽しもうかなと思います。ちょっともう一回嗅いでみよう。うん、めちゃくちゃいい匂い、あの爽やかで、でも結構レモンが強いですね。レモン、こっちのベレダはあの夏でもお風呂入るんですけど、湯船に浸かるんですけど、あのすごい爽やかなので、夏場の入浴とかにもすごいいいなと思ったので、ちょっと今回購入してみました。これ 200ml 入ってるので結構使えそうですね。はい、こちらが2800円です。ちょっとよかったら違う方の匂いも買ってみたいなと思います。でこれで合計がなんか今回あの登録すると 10% オフみたいな感じだったので、合計が8731円でした。あんまりコスメキッチンで普段そんなに買い物をしないので、すごい楽しくて1時間ぐらいいたかもしれないですね。いろいろ迷っちゃって、また違うところで買い物したら購入品紹介をしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ高評価コメントお待ちしております。インスタ、ツイッター、TikTok のフォローもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ほんに、あ、間違えた、ハケなの、あ、シリコンタイプなので。シトラスって何なんだろう。そう、レモン、これはレモンの匂いがします。またなんか違う購入品したら